はい、じゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第152回でございます。で、今回テーマが〇〇まで上がりますかっていう偏差値の話と、あとご購入いただきありがとうございますと、参考書に関するある思いという感じで喋らせていただきます。で、えっ、ー、と、今現在午前3時で <laughs> ございます。で、なんでちょっとね、息子が寝てるんで、あの、ちょっと小声の 落ち着いた,着いた喋り方で今回ね、話させてもらうんですが、別にテンションは低いわけではないので、こんな感じでお付き合いください。よろしくお願いします。では、早速いきましょう。えっと、夏休み直前となりましたね、あの、この、変差値いくつまで上がりますかっていう質問をね、すっごいたくさんいただくので、あの、それをまとめて、ちょっとね、お答えできたらなと思うんですけど、あのー、これね、前も、 多分ダラダラジオで話したことがあるのでちょっと話がね重複でかぶってしまうとこあるんですがあの結論から言うと「ほにゃららまで上がりますか?」っていう質問を受けた時にはっきり答えられないです俺の場合は。でんでかっていうと自分はすごいこだわりまあこだわりというかあとはね力不足のとこもあると思うんですけど結構細かい状況まで聞かないとちゃんと「上がる上がらない」をはっきり言いたくないんですね。 例えば、まあ、個別指導にいたからっていうのもあるんですけど、まあ、例えばこう自分の制度がいて偏差値50今50だとで60まで上げたいみたいなで10上げるって言えば相当の努力が必要になるんですけど例えばその時の模試とかの結果を見て、えー、こ,のこの科目でこの、えっと、得点とこの偏差値を取ってるでこういう問題間違ってるあじゃあここをこうやってやっていけば、まあ、大体何週間でこのぐらいまでいけるよなとかっていうのを全部計算するんですね。 で、それも踏まえた上で,でこれだけの努力をしてこの期間で例えば夏休み明けまでにここまで持っていけば届きますよみたいなそういう話をするタイプだったのでどうしてもそのネット上の、ね、情報だけで「えっ、ー、オッケーオッケーいけるいける」とはなかなか言えないんですがただ一つね自分の思いとして持ってるのは「えー、いくつまで上がりますか?」って言われた時に「いや上げましょうよ」 っていううのが一番思うことなんですすごい無責任に感じたら申し訳ないんですけどもちろん偏差値30代の子35とかの子が、えー、今年ね受験生の子が偏差値70の高校に行きたいって言われたらいやもう多分死に物狂いでやっても届くか届かないか届かない確率の方が高いと思う実際にはうんでもゼロじゃない確率はあのー、運動も勉強もそうですけど努力っていうのは結果に反映されます必ず ただ、結果に反映されるけど、まあ、それがその望んだ結果例えば合格不合格とか部活とか運動だったら勝つ勝たない、まあ、勝つか負けるかのことだと思うんですけどでも必ず実力は上がるどっちにしては。でこれも勝手に俺が思ってるだけですけど運動よりも勉強の方が努力がその結果に直結しやすいと思ってるのね。 これは運動の努力が意味がないってそういうわけじゃないんだよ。そういうことじゃなくて、やっぱり運動っていうのはどうしても、あの、種目にもよりますよ。種目にもよりますけど、生まれ持ったポテンシャル、身長とか、手足の長さとか、そういうところも踏まえて、どうしてもちょっとポテンシャル、持ってる能力っていうのがど、ど左さされやすい、結果に。で、勉強ももちろんあります、そういう面は。ありますけど、でも、本当に超トップ高校みたいな、トップ大学とか、いうとこ、以外のとこであれば、 努力でででいくくらでもひっっり返せるると思ってるんですそれはね、本当に揺るぎない思いとして持っていて。だから、今質問いただくのは、やっぱり偏差値5から10上げたいっていうことが多いんです、基本的には。偏差値55から60に上げたいとか、えっと、60から66、67に上げたいとか、いろいろね、そういうの来るんですよ。45から52のところとかあるんですけど。いや、上げれますよ。うん。それだけの努力をちゃんとすれば。でもちろん、 じゃあ、その努力の仕方を教えてくださいよとか、何したらいいか教えてくださいよっていう話になると思うんですね。なると思うんですけど、そこに関しては、ちゃんと言えないんですよ。なぜなら、その子の状況がわからないから、俺には。うん。で、もちろんね、こういうアドバイスをできる方もいるんです、ね、ネット上で。そういう仕事されてる方もいらっしゃるので。だから、その面においては、まあ、力不足だなとは思うんですけど、 うん、どうしてもね、細かいところまで知りたくなっちゃう。ちゃんと模試の結果を見て、模試の問題と回答も見て、あ、これ小間違って、オッケーオッケー。このミスは、あここのあれだ、知識が欠如してるから足りないから、じゃあ、ここを固めて、次これ固めれば間に、オッケーオッケー、じゃあ二次関数はとか、いろいろ計算したくなるわけ、うん。だからね、どうしても一概には言えないんだけど、でも、あげようよっていう。 うんというころがすごく思います。で、あともう一個大事なことはですね、基本的に、その、偏差値とか、そこまでね、目標のところまで上げたいっていうところまで、自分が頑張って努力したら上がるよねって、信じてない子は上がらないです。で、これはね、口、えっとね、基本的に中学生、特に中学生の子なんて、口では言うの、あ、もう絶対無理だよ、厳しいよねって言いながらも、でも、心の中では、やってやるぞって。 思ってる子っていうのは届きます。でもこれが本当に、あ,あもう絶対無理。あ,あ本当に、マジ無理だから。で、本気で思ってる状態で勉強しても届かないから、絶対。うん、そんな甘くない。だから、やっぱり夏休みとか、まあ受験勉強においてはそうですけど、メンタルコントロール、気持ちの面で、しっかり、その、なんだろう、強く気持ちを持っていくっていうことがすごく大事になる。受験勉強はね。あの、よく言うように、受験勉強っていうのはマラソンなので、短距離走じゃないんだよね。 息ガッてやってすぐ伸びるもんじゃないずーっと、まあ、たマラソンを苦しいという表現するのは失礼かもしれないですけどこうね例えば4 2 1 9 5キロとか長いわけじゃないですかその長い時間じっくりじっくり頑張って頑張って努力し続けるそれがいつか結界だって出てくるっていうことなのでやっぱり走り続けるには気持ちを強く持たなきゃいけないのだって走ってる時にああもう無理ああ休みたい歩きたいもうやめたいって思いながら走ってもいいタイムなんか出るわけないんだよ んでうん、だからその気持ちの面のねそれはまた違う時に話そうとは思ってるんですけどひとまず「絶対上げてやるんだ」ってそこまで、うん。っていうのをちゃんと持つこと気持ちとして持つことでそれを信じること自分なら上がるからっていうの。であの、まあ、計画の立て方っていうのは前ねやりましたけどひとまず、まあ、夏休み入るので夏休み終わった時、まあ、ほぼ大体、えっと、8月末ですよね終わった時に。 ここまで、こういう風になってたいんだって言って、夏休み中にね、あの、模試ってあんまり中学生ないんですよね。あ、地域によってあるかもしれないですけど、ないので、数値として出にくいから、であれば、えっ、ー、と、今の自分の現状を把握して、この問題集のここまで終わらせるとか、できれば、この問題集を2回終わらせるとか、あの、繰り返し勉強をね、やってほしいんですけど、っていう風にちゃんと決める。 夏休み終わった時まで,にでもそうするとまだ40日間の目標になっちゃうんで40日だとね前半だらけることができちゃうんだよだから40日後にここまで終わらせたいじゃあ30日後にこうなんなきゃいけないよね20日後20日後にはこうなんなきゃいけない10日後にはこうなんなきゃいけないじゃあ10日後にこうなってるここまで終わらせるためにはじゃあ今日何しなきゃいけないのって 目標から逆算して、だん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 ちっちゃくちっちゃくして、今日やるべきこと、明日やるべきことを決めていくの。で、自分で決めたことをしっかり守る。サボらずに。それを、この夏休み期間、なっと夏休み期間か、40日間ね、しっかり走りきったら、夏休み後に変わるから、すごく。 で、実際にね、何をやんなきゃいけないのかっていうのを、その詳しく知りたいっていう場合は、やっぱり学校の先生とか、塾行かれてる方だったら塾の先生、まあ、塾行ってる方だったら塾の先生の方がいいと思いますこ。詳しく把握してくれてるはずなんで。普通のいい先生なら。うん。なので、あの、そこの、ね、先生を頼ってもらえたらと思います。ちょっとその面でね、あの、力になれなくて申し訳ないんですけど、というふうに思っております。 で、あとサブデーマいきましょう。で、まずご購入いただきありがとうございますというのは参考書ですね。えっと、7月の14日、まあ、地域によって差はあるんですが、えっと、参考書、中学校1年生と2年生の数学の参考書を、えっと、出版させていただきました。で、自分まだ本屋さんで並んでるとこ見てないんですけど、あの、どこどこの本屋に並んでましたよとか、あと買いましたよ特に Amazon でね、あの予約していただいた方が多かったので、買いましたよっていう報告たくさんいただきましたら、本当にあの嬉しいです。ありがとうございました。 でえっと、それに合わせてですね、えーとまあ、参考書に関するある思いっていうのを、ね、ちょっと喋らせていただくんですが、あのーまあ、参考書を実際に見てです、ね、こういい悪いっていうのをいろいろ意見を今いただいていて一、まあ、つ、まあ、何個かあったんですけど特に一つですね、まああの、思ったより良くなかったですっていう,そうで、ね、無駄なものが多いですとか何で顔写真に入れるんですかとかいろいろあるわけですよで、まあ、それに対する思いをちょっと喋っていこうかなと思うんですけど で、まず、前提として、100人にいて100人に納得していただける参考書は出せないっていうのが、まあ、それは授業にしてもそうですし、そんなものはないというふうに思っているので、そこに関してはね、あの本当に厳しいご意見もあのいただいてありがとうございました。あの、まあ、そう思われる方も、実際ね、いらっしゃると思ってましたし、うん、ただ、実際に言葉で見た時には、あ、まあ、そういうふうに感じるんだなっていうのは勉強になりました。で、<laughs> まず、どっから喋るかな。うーん。 まあそうだね。ひとまず自分の顔が入っていることどうなんだっていうのは、それは納得です。納得なんですが、でも、あのー、僕、ま、はあ、今回出版社の方とたくさん色々話し合って、どういうデザインしますかとか、うん。で、顔を入れるっていうのは実際その出版社の方の、ね、意見だったんですね。そう。で、自分はそういうのがあんまり好きではないので、自分の顔をあんま出したく、晒したくないからさ。ね。まあゲーム実況で晒してんじゃんって話なんですけど。でも、 例えば本屋さんに行った時に書店で目を引きますよねきっと顔写真にする参考書なんてないしそれを目を引いた後になんだこいつ肝って思われる可能性もたくさんあるんですけどでもやっぱり目を引いてあのたくさんの参考書がある中にそこにねそのただ個人の YouTuber の本が入っていくにはやっぱりちょっとしたインパクトが欲しいっていうのもあってで話し合った結果じゃあ入れていきましょうみたいな感じになったんですよ であとその中の問題集もすごいレベルが低いというか意見もあったんですがもと、ま、も、あ、と YouTube のこの活動もそうですけど自分は勉強がまあ苦手な子が頑張ろうってもきっかけになってほしい学校で例えば分かるとかテストで得点が上がったって褒めてもらえるきっかけになるとかあとはあちょっと頑張ってみたらできるかもって思ってもらえたら人生ちょっとは変わんじゃねえかなっていうのがやっぱ根本にあるので。 参考書に関しても、えっ、ー、と、もともとはちょっともね、難しい問題にしませんかって話もあったんですけど、あの、YouTube の動画とね、連動するんであれば同じレベルでしたいですと。うん。っていう話をして、もし難しいのを出すだったら、難しい本で作りますもん。そう。っていうのをしたかったので、えっ、ー、と、問題もかなり優しめです。と、だと思う。あとから、えっ、ー、と、YouTube で上げてる問題とほぼ同じレベルだと思うんですけど、で、作らせてもらいました。 そうそうそう。で、まあね、そういう思いがあって、今回作ったので、実際ね、その自分の YouTube の活動を見てくれてる方なんかにとっては、こう、応援してくれる気持ちで買ってくれた方もいらっしゃると思うんですけど、じゃあ、YouTube を全く知らない人が見た時にどう思うか。いや、これはね、本当にもう、ゼロか100かだと思うんですよね。目新しくて、何これ面白そうって思ってもらえるか。 はあ、何これ意味わかんねえんだけどって思われるかのどっちかと思っていてうんでも自分もともとビビリなんで無難なとこを攻めたくなるんですよそう安全イに行きたくなる性格なんですけどこの参考書に関してはうんすごい酷評を受けるかでも攻めて攻めて攻めたとこにこうなんだろうストライクゾーンにはまった子が「あこれだったら頑張れるかも」 うん、思ってもらえるきっかけになったらなと思って、ああいう感じにさせていただきました。でも実際ね、まあ、実際これぶっちゃけ話をすると、そのね、えっと、今回まあ何個か、今んところそんなに国評まだ来てないんですけど、あの特に YouTube のコメント、多分これもしかしたら聞いてくれてる、多分ね、ダラダラといつも聞いてくれてる方なんであれなんですけど、結構こう長く、あの昔からね、いろいろ意見くれてた方、 が、えー、とその国評のコメントでね、見て、見つけて。で、その方にももうね、返信料してたんで、多分わかると思うんですけど、すごい長い付き合いの方からの意見だったからこそ、ちゃんと受け止めようと思って。うん。で、まあね、その国評のやつを見て、まあそう思うよなって思って、実際やっぱちょっとへこんだ。<laughs> そう。あのー、約1年間かけてやっぱり、ね、出版社の方といろんな人の力を借りて作ってきたものだったから、あの、思った以上にひどかったですね、みたいな。そう、残念です、みたいな。 読むととそううだよなとは思うんですけどでもやっぱりそういう評価があるからこそ、うん、逆の評価もいただけるものなのかなと、うん、まあねもしかしたらわからない今出版してまだ本屋さんにねこの多分今,今日日曜にこれアップしててで自分は、えっと、これね今、えっと、土曜の深夜日付が変わった午前3時に今喋ってるんですけどで今日の、えっと、夕方とかに。 あの息子を連れて本屋さんもう一回見に行こうと思ってるんですよ。で、まあ並んでるかちょっと見てこようと思ってるんですけど、まあこれからだと思うんですよ。本当に。あのー、いろんな意見いただくのはね。うん、で、実際、まあどっちの意見も、ね、いい意見も悪い意見もあると思うんですけど、まあ本当ね、悪い意見ばっかりだら、だったらきっと自分の教育観というか、参考書を作る上でのポイントというか、こだわりが間違ってたんだと。うん、まあそれは反省しなきゃいけないところだと思うんですけど、でも、 うーん、そうだね本気で精魂込めて作って本当に妥協なしで作ったものだったからうーん、なので、うん、あの参考書をきっかけでなんかちょっとさ人生変わるとまだ言わないんですけどでも勉強頑張ろうって自分ならできるってちょっとでもなんか変わるきっかけになったらなとは思ってるのでね、まあ、今更さ参考書の内容変えられないからさ、まあ、どうこうできないんですけどうーんで。 今回発売したことによって実はちょっと、ね、いろいろ、まあ、参考書とか他の仕事の話もいろいろいただけるようになっていて、まあ、これからねそういろんな場面でなんだろう自分の教育っていうのをこう披露するというかこういろいろ伝えていく場面がもしかしたら増えるかもしれない。だからその時に、えっと、今回、まあね、その子頂い,いた意見もそうですけどいい意見も悪い意見もしっかり受け取って軌道修正するというか。 自分の意見だけで教育は作っちゃいけないからさ、実際に教育を受けるのはみんなだし、みんなにとってプラスなんだろ。プラスかどうかが大事じゃんか。俺にとって俺がしたいかどうかっていう話もね、それこだわりも大事だけど。だから、なんだろう、柔軟に発想をちゃんと切り替えつつ、これからもね、まだまあ教育者って言っていい立場じゃないかもしんないけど、あの、一人でも多くの子供たちにとってプラスとなるようなものを配信なのか、提供なのか、出版かわからないけど、 うん、していける存在でいたいなとは思うので、あの、今回ね、参考書を見ていただいた方は、本当に、厳しい意見でも構わないです。もちろんね、あの、嬉しい意見の方が嬉しいですけど、もちろん。でも、それだけでは自分が成長しないとは思ってるので、うん、まぁ、あ、いろいろ本当素直に書いていただけたらなと思います。そう。で、まぁ、あ、ツイッターの方が見やすいっちゃ見やすいので、まあ、そちらで書いていただけるといいんですけど、ま w ツイッター持ってない方も多いと思いますので、コメント欄もね、できる限り今、あの読むようにはしてますんで、もしよかったら、書いていただけたらと思います。 では、ちょっとね、長くなっちゃいましたけど今回もねここまで聞いていただき本当にありがとうございましたあじゃあ締め方が違うわごめん <laughs> 今回は「ハイチのダラダラジオ第152回テーマまるまで上がりますか」という感じで喋らせていただきました、えー、今回もねここまでご視聴いただき本当にありがとうございましたちょっとねあの午前3時だったんでこうおとなしめのテンションでしたけどすいませんお付き合いいただいてありがとうございました で、えっと、次回は、あと、ま、夏休み入って一周目、地域によってまた違うのかなでも一周目になってると思いますので、まあ、夏休み絡みなのか、全くちょっと最近勉強の話が多かった多かったそうでもないか。まあ、あの、違う話するか分かりませんけど、もしよかったらね、次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。